今回はこういうものを作ってみました。芽ネジと梅ジのセットになってますので、これがちゃんと、はまるのかどうかですね。ちょっとやってみたいと思います。どちらもフュージョンで、作成、モデリングしています。このサポート材が、これが、うまく出るのかどうかはちょっと不安ですね。あ、割とすんなり出ましたね。すんなりと出ました。こっちの方は貫通した穴なので、これ M4 と M5、そして一番上が M6 になってるんですけど、貫通穴なので割と簡単に何かを差し込めばサポート材外れると思います。これしかしあんまり綺麗じゃないですね。造形そのものはあんまり綺麗な感じはしません。樹脂でしょうね。樹脂がもうだいぶこれ古い樹脂なので、ちょっと、湿度などを含んでしまっているかもしれませんね。湿気が乾燥剤の袋とかに入れてなかったので、こうなってるかもしれません。前はもっと黒は付きが良かったように思いますね。もうちょっとこう、融点が低い感じでしたかね。そして問題のボルトの方を行きたいですね。こっちが M6。こっちが M5 なんですが、ちょっとネジ山まではちょっと再現できてない感じがしますね。どうでしょうか。M5 なんですけど、あ、ダメですね。全くダメです。これズボズボです。これ目ネジの方は割と正確に作れるんですけど、おネジが全くダメですね。全然不正確です。
M6 の方はどうでしょうか。全然ダメですね。そもそもネジがちゃんと切れてるのかどうかさえよくわからないですけど。もうこれの積層面はかなり綺麗ですね。全然ダメでしたね。しょうがないので、こちらの本物の金属のボルトを使ってみましょう。かなりきついですね。きついです、これ。きついですけども、まあどうにかなるかな。あ、ちゃんとネジは切れてる感じがしますね。はい、ようやくこれが出来上がりそうだ。わあ、確か4つ目かな。というわけですね、ちょっとだけここ皿で、揉んでますけどね、この部分はね。というわけで、ちょっと、おネジの方がちっとも、造形ができない感じです。こちらのナットの方を通したら、うまくいくのかな？入らない。入りませんね。ちょっとどういうエラーでこういうふうになるのかよくわからないです。これは難しい。これモデル化してもなかなか、現実的ではないですね、ちょっとね。はい、ということで、こちらの M6 のメネジのところまではできたということです。